余は王である。余は王である。一息つこうか。さあ急ぎましょう。一息つこうか。さあ急ぎましょう。
余は王である。いただき、心を落ち着けて。いただき、お宝回収。行くぞ。いただき。余は王である。一息つこうか。さあ、急ぎましょう。余は王である。さあ、急ぎましょう。
行くぞ。到着。さあ、急ぎましょう。よっと。心を落ち着けて。到着。さあ、急ぎましょう。心を落ち着けて。到着。さあ、急ぎましょう。一息つこうか。さあ、急ぎましょう。よっと。
一息つこうか。さあ、急ぎましょう。世は王である。さあ、急ぎましょう。みんな期待して待ってて。たっだ。まずっ。絶好調。う。お宝回収。世は王である。白虎隊の結成ですね。さあ、皆さん、出発です。頑張れよ。ご期待に応えられたでしょうか。お、よっしゃ、行くで。出発しようか。
な、ここで間違いないのか？そうね、兵士の情報だとこの辺りのはずだけど。しかし、ほんまに来ないな場所に魔獣が現れるんか？そんなこと私に聞かれても知らないわよ。目撃した人がいるってことは、何かいるのは間違いないんでしょ？何か出てきたもん。あれが魔獣？でかい。いくら魔獣やからってちと大きすぎひんか？ものすごいもん。クビラ、ちょっと待て。貴様が魔獣か？世を見下ろすとは、身の程知らずにも程がある。まあ良いわ。礼儀を知らぬのもせんなきこと。特別に拝謁を許そう。ちょっと、あんたバカなの？勝手に行くなんて。そうだよ、あんなのにかないっこないって。聞こえるか魔獣よ。世はリジデリアという国の王である。貴様が我が王国を滅ぼしたことはすでに明白。世は王として沈められた国と民の敵を討たねばならぬ。貴様も魔獣と呼ばれるほどの存在ならば、国を滅ぼしたというその力、世の前で存分に振るってみせよ。挑発してどうすんだよクビラ。というか、あの魔獣に言葉なんて通じるの？どうした魔獣よ、世と戦う気にはなれぬと申すか？それではどうだ！桃、何してるも！ほうほうほう、獣め、ようやくやる気になったようだな。やる気になったようだな、じゃないわよバカクビラ！本気で怒らせちゃったじゃない！どうして挑発したんだ？何を言っておるのだ。この魔獣を退治するためにこのように偏僻な場所まで来たのであろうが。だからって怒らせてどうするのよ。戦い方ってものがあるでしょ。やれやれ、この程度の獣に尻込みするとは情けない。それでも世の進化か？そういうことじゃないでしょバカクビラ。厄介なことになったで。どうするんやレックス。どうするって。一旦引いてスペルビア軍のアルス戦艦に手伝ってもらったりした方がいいもん。まったく、しようのない連中。貴様らは休んだ。世が退治して。あんた、死ぬよ。死なぬ。
いや、死ねぬ。滅んだリジデリアの民のためにもな。やろう。クビラの思いに応えてやるんだ。本当にそれでいいのね、レックス。わかった。レックスが言うならしょうがないわね。あのバカに付き合いましょう。たっ、レックス、油断するんでないぞ。ダイナミックスパーキング、消えたー、消えてくれ。俺の力、見せてよ。私が一人に変化したので。私はないですもん。コンセントレーション、ビクトリックサーカス。魔獣といえど、所詮は獣、世の相手ではなかったな。倒しちゃった。うん、倒しちゃったな。いや、まさか勝てるとは思わんかったわ。まったく、何をほうけておる。この程度の敵、倒せて当然であろう。逆にこれほど苦戦したことを恥と思わんでどうするのだ。はあ、でもさ、本気のクビラってすごかったよな。ああ、力を隠しているとは思っていたが、これほどとは思わなかった。敵でなくて本当に良かったと思うよ。亡くなった国のことが気になるのか。見ての通り、この程度の敵など余が本気になればたやすく倒せるのだ。だが倒したところで滅んだ王国が戻るわけもなく、その国が余の王国であったのか確かめる術もない。クビラ、なんや神器臭いの。そんなん気にすることないやろ。国なんてまた作ればええんやから。そうだよ、クビラが本気になればすぐに実現できるさ。なるほど、そなたらの進言もっともである。仇討ちが成就された以上、王たる世がいつまでも過去に縛られるなど愚の骨頂。我が波動は今なお続いておるのだ。ならば改めてこの世界を滑る王となるのが必然よ。ふなんかやる気になったのはいいけど、一人だけあさっての方向を見ている気がするもん。聞け、そなたらの力はまだ心もとない。故にこれからは全力で支援してやろう。だが全ては世の波動のため、それを忘れるでないぞ。盛り上がってくれるのは嬉しいんだけどさ、なんかムカつくよな。そう言うな。あれでも我らを案じているのだ。素直に喜ぶべきだよ。せやで、こういうのもまとめて面倒を見るんが
ドライバーの度量ってもんやからな。そんなもんかね。世の力、世の支援を無駄にするのは許さん。